こんにちは、ジョン・カビラです。エキシビジョンマッチをお送りします。晴天が続いたのでグラウンドが乾いています。ベウカム、ダ・ブイッツ、ロナウド・レブール、コクー、ヨムク、ライツキハー、ミューナン、フランク・レブール、スタン、フンデル・サール。続いてアルゼンチン、スターティングメンバーを紹介します。ロア、アジェラ、チェモ、センシーニ、アルメーダ、シメヨネ、サナッティ、ベーロン、オウテガ、クラウジオ・ロピス、バテストウタ。以上が本日の両チームのスターティングイレブンです。
オ・ロペス。フライハート、さあどう攻めるのか。ロングのクロスボール、これはゴールキック。ヘッドで落とす、バテストーク、短くつないで、コクーン、ベエル、ちょっとちょっとこれは危険なプレー。ベウカン、シュート、これはゴールキック。出た、アルメーラ、読む、あー審判の手が上がっています。締めよね、壁を越えて狙えるか。ベエル、ロスタイムに突入しました。パスを回す、同点のまま後半終了、延長戦突入。延長戦前半キックオフ、クラウジオ・ロペス、フランク・レブール、スライディング、細かくつないで、延長戦前半終了です。両チーム点が入りません。さあ延長戦後半開始、読む、さあどう攻めるのか。快速を飛ばすぞ、ベウカン、短くつないで、上です。PK 戦に突入します。オランダ一人目、フライハート。決まった。アルゼンチン一人目、バテストウ。決まった。
ランナー2人でベウカンプ高くねじ込んでいます。ワンポイントリードです。アルゼンチン2人のクラウジオロペス、キーパーナイスセーブ。オランダ3人目ダ・ブリッツ出ました。アルゼンチン3人目オルテガ、ランナー4人目ロナウド・レブール決めた。アルゼンチン4人目ベエル、これは外せません。高くねじ込みました。あともう1点で並びます。オランダ4人目コクーン、これは決めないと。外した。アルゼンチン5人目サナッティ、これは外せません。決まった。まだ決まっていません。オランダ6人目ヨム、難なく決めました。ワンポイントリードです。アルゼンチン6人目シメヨネ、これは外せない。ペッカー、オランダ7人目ライツゲフ、アルゼンチン7人目アルメーラ、これは外せない。これは狙いすぎ。ここで笛です。息詰まる熱戦に決着がつきました。接戦をものにしています。皆様お楽しみいただけたでしょうか。実況はジョン・カビラがお送りしました。それではまたお会いしましょう。さようなら。